めずったまみちゃんです。僕今日ねユニバに来てるんですけども、今日ね4月の3日なんですよね。もう早いこと4月で始まって3日経つんですよねまだ3日かまあそれちょっとおかしいな。で今日はですね、まあ、4月が始まって初めてのね日曜日なんですよ。だから今日ですね4月の休日のユニバのパークを一周してきます、イエーイって感じで、でこの前ですね、まあ、4月の1日にパーク一周したんですけども、めちゃくちゃ人がすごかったんですよ。ということはこの休日ねもっとすごいと思うんですよね。だから今日ですねその様子で、ね、見に行こうかなと思ってます。でちなみにですねこのお店休止ね、今後ですねまたねユニバのパークを一周してまたパークの変化とかパークの混雑具合を報告するのでぜひねチャンネル登録お願いします。でこのお店 TV ね今年までに本気でね登録数ね10万人ね見せるのでねぜひね拡散登録ねお願いします。じゃあ早速ねやっていきま、今日はマメイピンそして今日もですねユニバにやってきました。今日はちょっとね嫌な天気ですよね。はい、じゃあね金運終わってユニバで入りました。でここ数日の大阪の天気ときはですねこんな感じです。で今日はですねちょっと天気が悪いんでちょっと寒いんですけども、これね後半見てくださいよ、もう20度超えてる日があるんですよね。だからだいぶとね、まあ、ポカポカなってるんですけども、まあ、それでもねまだ最低気温ね、まあ、10度下回ることもあるんで、まだ上はですねなんかね着ておいた方がねいいかもしれないですね。そして今日の休止してるショーとかアトラクションですね、うん、前と変わってないですねやっぱビッグトップサーカスが休止するって感じですよね。そして今日の営業時間は8時から21時っていう、まあ、結構長い営業時間ですよね。ですけど、まあ、基本的にユニバって公式オープン時間よりね早くねオープンすることがあるんですよね。で今日はですね、まあ、7時15分にオープンしたんですけども、まあ、最近の傾向では、まあ、7時から7時半の間にオープンすることが多いですわ。やばくない？ 2 時間前にオープンするって。そして今日もですねパークの中にね入っていきます。そして今日ね、まあ、ユニバに入るまでに大体6分ぐらいかかりましたね、まあ、前10分やったんで、まあ、そんな変わんないかなこの感じでしたら。でも多分ねこの感じでしたらやっぱ朝は全然ね2、30分ねかかったらしいですわ、うん、そしてまあユニバのパークを一周する前にこのユニバでこれから役立つ再販商品がね出たんですよね。それがですねこちらのユニバーゼロスタジオスターでね売ってるんですよね。こちらの冷感マスクですね。でこれね、まあ、去年の夏頃にもね、まあ、登場してたんですよ。つまり再販商品ですよ。あとこのユニバ最大のお菓子の取り扱い専門店もね新しい商品が出たんですよね。それがですねこちらのミニオンのねピスタチオのお菓子ですよ。あとピスタチオのクッキーもね今回ね新発売してますわ。めちゃくちゃ可愛らしいですね。なんで今ピスタチオ商品こんな出てんやろな。そして今日のねエントランス付近の様子です。やっぱり賑わってますよね。でまだねその春休みがまだ続いてるらしいんで、まだこの賑わいね続くと思いますわ正直言って、うん、いやーやっぱすごいな春休みパワーは。そしてここの 4D シネマではですね午前にセーラームーンやって午後からハンターハンターがやるんですけども、まあこれね毎回言ってるんですけども、まあ、セーラームーンってね、まあ、かなり空いてるアトラクションなんですよね。ケールジャパンの中でしたらむしろ乗車するアトラクションにね空いてる傾向があると思うので、まあ、これに関したらまあいつ行っても大丈夫かなと思いますが、ですけどハンターハンターに関したら、まあ、セーラームーンよりね混む傾向があるんで、まあもう対策としたら閉園間近ってねまあね着きやすい傾向があるんで、まあ閉園前にね行くのがねいいかなと思いますわ。そして、まあ、進撃の巨人 XR ライド付近なんですけども、まあ、ここの部分ではですね、まあ、土日しか開催しないもうイーサーのマーチがあるんですよね、うん、それね僕ね見に行ったんですけどもめちゃくちゃ可愛かったんですよ。でまたねそのインスタ系のまとめ動画ですねまたね出すつもりなんで、でねまたね待っててください。でもなんでこれ土日限定なのか普通に良かったで本当に。そして進撃の巨人紹介するにあたって外せないのがこのリヴァイ兵士のポップコーンバケツなんですけども、まあバケツ自体は
余裕で買いますわ。そして進撃の巨人 XR ライドの様子ね、見に行きます。おお、現在シングルが150分待ちで通常が200分待ちですよね。まあ普通ぐらいですねそして進撃の待ち時間がこんな感じなんですけども、でもやっぱり200分待ち超えは結構当たり前になってますよね。でこれ毎回言ってるんですけども、まあ、進撃行くとしたら、まあ、朝一が一番おすすめなんですよね。そしてここのね、まあ、スタジオレストランだから進撃レストランなんですけども、まあ、ここはもう昼時もあるんですけども結構行列できてますわ。まあ、今回ね、そのクールジャパン系のコラボのレストランが、まあ、ビバリーヒルズブランジェリーとここのスタジオスタジオレストランなんですけども、まあ、この2つはですね、まあ、毎回ちょっと混んでるような気がしますよね。だからこの2つのレストランですね、結構注意必要かなと思いますわ。あと、まあ、安定ね、まあ、キノピオ界だからニンテンドーワールドの、まあ、レストランもですね、いつも混んでます。そして今日のね、グラマシーパークの様子ですよね。まあ今日はちょっとあいにく天気が悪いんで、まあ、芝生に転がってる勢はいないですねそして僕最近ね、そのツイッターとかネットで知ったんですけども、まあ、ユニバのアトラクションって基本的には、まあ、何かのスポンサーがねついてるんですけども、このターミネーターのスポンサーはですね NEC らしいんですけども、この NEC がスポンサーから外されたらしいんですよ。だからちょっとどうなのかな、かなり気になりますよね。あとちょっと豆知識なんですけども、前にちょっとね、あのテレビでファン旅してたじゃないですか。でそのファン旅がね、ちょっと体験できるね場所があるんですよ。それがここのねグラマシーパークの奥にあるとこなんですけども、これねファン旅のラストシーンがね、なんとね再現できるんですよね。これいいですよね、うん、地味に写真スポットなんですよここでもファン旅に関したら今度映画するじゃないですか。で僕ねファンタビのね映画もね一応ね全部ね見てるんですけども、ファンタビってめっちゃ話難しくないですかもうできれば誰か分かりやすく解説してほしいですわぜひねコメント欄だけで待ってます。そして今日のねニューヨークエリアの様子です。いや今日はねあいにくね天気が悪いんですけども、やっぱもう普通に賑わってますよねここも。いやーすごいわ、これが春パワーですよ、春パワー。うん、で4月の後半から、まあ、ゴールデンウィークも始まるんですよね。でゴールデンウィークが始まったら、ユニバからしたら2年ぶりのゴールデンウィークなんですよ。2020年、2021年ね、休園してたから。いや、どんな混雑なのかな、2年ぶり。またちょっと楽しみですね、それも。で、前ね、晴れてる日にパーク一周した時ですね、このコナンの道取りは、まあ、大体この時間帯で、まあ、受付終了になってたんですけども、まだ今の時点でね、まあ、サッシはありますよね。結構このコナンの道でね、雨の時と晴れの日ね、結構売り切れる速度が違うんで、まあ変わりますよね。だから天気悪い日に来たら、まあちょっと取りやすいかな、晴れの日よりは。でも晴れの日は、まあ、午前中でなくなることもね、結構あります。そして、現時点のこのセレガスバー&グリル、だから今の列車なんですけども、ものすごい列ができてるわ、うん、そして最近このレストランにもね待ち時間が表示されるようになって、今現在30分待ちですわ。うわもうアトラクションや。まあちょっと今ね、まあ、昼ピークやからこんだけ待つんですけども、まあ、昨日の動画でも言ったんですけども、一応ですね、まあ、お昼ご飯は昼ピークの、まあ、11時半から13時半以外のね時間に行くのがねおすすめですわ、うん、いやレストランだけでこんな並ぶのはやばいな本当に。そして今日のね、ラグーン付近の様子です。いやー、ここもだいぶとね、賑わってますわ、うん。そして今日のミニオンパークの様子です。いやー、今日はね、ちょっとファミリー層の方が多いので、ここのエリアもね、大変賑わってますよね。いやー、すごいわ。あとここね、まあ、イースターバージョンになっているんですよね。このミニバの中では数少ない、うん、ゲームコーナーもめちゃくちゃ空いてるわ、ね、そして今日の何も言うことなかったサーフラッシュエリアの様子です。まあここに関したらですね、いろんな言うことできてしまったからね、ちょっとボケができなくなったらちょっと寂しいですけども、なんか頑張りますわ
なんかここいじれるようにもうサンフランシスコのいじり隊長として頑張って見つけますわ、ここのエリアのいじり。そしてここのサンフランシスコエリアでは鬼のように大人気の、まあ、コナンのねミステリーレストランがあるんですけども、やっぱり全部ソールドアウトですよね。まあ、とりあえずコナンのミステリーレストラン行きたい方はですね、もう 200% いやもう 500% いやもう 1000% ね、もう予約絶対必要ですわ。もう当日券発売されてたらもう奇跡って考えた方がいいと思いますよ本当に。そして今日のねジュラシックパークエリアの様子です。いやここのエリアも大変にぎわってますよね。すごい、ダイナソーもねもう100分待ちとかも余裕でいってますよね最近は。もう最近のアトラクションはもう100分待ち超え当たり前ですからね本当に。そのぐらい超大混雑、大にぎわいしてるわ。そしてここのエリアですね、まあ、化石がね、まあ、地面に埋まってるんですけども、コナンのミステリーもね化石になってる雨っぽい。一応ね、まあ、クルーさんにね知らせましたわ。いやこんなんもうオーパーツやで本当に、この時代にありえへんからなそして今日のウォーターワールド付近の様子ですよね。でここはもう相変わらずウォーターワールドに行き交う人とか任天堂ワールドに行き交う人で多いですね。そして本日も、まあ、任天堂ワールドの様子ね見ていきますわ。そして今日のねその任天堂ワールドの整理券情報なんですけども、なんと8時前にね整理券配布だったらしいんですよ。なんか大体もう7時50分ぐらいにね整理券配布だったらしいんですよね。やばくない？7時15分にオープンして8時前に整理券になるって。でこれ公式オープン時間に来たらもう余裕で整理券になってるってことですからね。てかほんま任天堂ワールドですね、まあ、ユニバに着いた瞬間からね、まあ、整理券情報をねずっと見ないといけないと思いますわ本当に。マジでエグいな。そして今の12時の時点でなんとね19時の整理券なんですよもう化け物早いですよ。そして今日もですね髪をボコボコにして恩返ししない世界行ってきますわおお毎回来てるんですけども、まあちょっと悪い天気の任天堂ワールドですね、うん、そして今日もですねこの安定にマリオの世界一周してきますわ。やっぱり入場制限がかかってるということでやっぱ人がすごいですね。ここもだってパワーアップバンドのアクティビティでさえ今日ね天気が悪いんですけども、これやるために10分以上は余裕でかかるわ。20分ぐらいかかるんじゃないかな。そして今日のねマリオカートの待ち時間ですよ。100分待ち超えも当たり前ですねここは。いやーここのマリオカートやっぱめっちゃ人気ですよね。ここのマリオカートって完全室内型なんですよね。だから余計ね雨の日でも晴れる人も関係ない人も。そして今日のね任天堂ワールドの下の階の様子です。あのヨッシーアドベンチャーも普通に1時間以上待ちとかなるんですかね。やばい、この下のエリアももう大成功ですよ相変わらず本当に。そしてピノピオカフェなんですけどももう余裕で外の待ち列ですわ。いやおそらく1時間以上は待ちこの感じでしたらありがとうバイバイ相手ルイジ。いや安定の手にここの任天堂ワールドもねすごい人気ですよね。で僕ね先にもルーズの写真撮ったんですけども、まあ、基本的に晴れてる日はですね、まあ、あそこの広場の真ん中でね、まあ、写真撮ることになるんですけども、まあ、こういうね雨の日はですねこの屋根の下で撮ることになるんですよ。でその晴れの日はですね基本的にはですねこのスマホでの写真はですね、まあ、できないんですけども、この雨の日はですね、まあ、スマホでの写真ができるんですよね。だから雨の日の方が僕は嬉しい並ばずに行けるから。うわ、まあ、フードカートもですねだいぶドレスできてますわ。そして今日の、まあ、ジョーズがある、まあ、アミティの様子ですよね。いやーもうどこ行っても活気で湧いてますわ本当に。すごいな、こっからね一応見えるんですけどももう外の街列になってるわ、ジョージも。
あでも最近外の街で多いんでしょうね、上手に限っても。そしてもう次は安定に魔法界行ってきますわ。いやここの魔法界も、まあ、整理券配布してないんですけども普通に混んでますからね、うん、はい、じゃあ今日もね安定に魔法界の方行ってきました。そしてね安定にね食べてみましょう。いやー今日は雨なんですけども普通にここの魔法界にやってますわ。いやーすごいね。いや僕は思うんですけどもやっぱその任天堂ワールドが、まあ、整理券になってる状態なんで、まあ、任天堂ワールド行けない人も出てくるじゃないですか。その一つがこの魔法界に来てるなって感じがするんですよね、うん、だから今日みたいな日はすっごい賑わってるわここのエリアも。あと今日ねジャーニーの待ち時間もほんまにえげつないことになってますからねこんだけ混むねんや。ハリーポッターのジャーニー、まあ、遠方組が多かったらこのジャーニーが混みやすいか、ハリーポッターのアトラクションが混みやすいのと、なんか天気が悪い影響でやっぱ余計待ち時間長くなってましたよね本当に。そして今日のねちょっと悪い天気ホグワーツですね。でもやっぱりそのホグワーツちょっと悪い天気の方がちょっと似合いますかねどうやろう。うわーこの魔法界唯一のレストランのこのシャンボの方もですねだいぶね列が出てますわ。あとワンドマジックもですね普通にね列できてますわ。すごいな。いやーここの魔法界もまあ任天堂ワールドまではいかないですけども普通にこの場所はねいやワンドマジックをやるためにも結構時間かけりそうですね。いやなかなかみんなにマメーポッターの力を見せることできるのは、うん、そして今日もねイースターバージョンねワンダーランドの様子見に行きましょう。超寒そうこの3人。そして今日のねワンダーランドの様子です。いやー今日はちょっとファミリー層が多い影響でここのワンダーランドもねだいぶと賑わってますわ、うん、そしてここのスメウピースタジオがちょっとなんか囲いできてる。ついに念願のマミーピースタジオの完成かな。どうやろう。そして今日のセンタルパーク付近の様子でしたね。いやここもねいろんなエリアにつなげる場所であるんで普通に活気で湧いてますわ。歩くの大変やもん今日。そして今日のねハリドリ付近の様子ですよね。いやーハリドリの待ち時間も今日は相変わらずすごいですよね、うん、もう今日は全体的にちょっとアトラクションの待ち時間長いですよね。まあこれが休日のパワーですよ。いや今この状況で全制覇しようと思ってもできるかな。で今度ですねまたユニバが時短営業になるんですよねもう少ししたら。でその時にまたね、まあ、全制覇企画ね取ろうかなって思ってるんですけども、まあ、正直心配本当にできるかどうか。そして今日のねまたエントランス付近の様子です。いやー今日はさすがの休日ということで、まあエントランスの引きの機会が多いですね本当に、うん、はい。じゃあ今日ですね4月の休日の USJ のパークね一周してきました。で前のねその平日に比べたら、まあ、ちょっと混んでるかなって感じ。で前の平日とあんま変わらないですね正直言ったら。でもねだいぶとね、まあ、混雑が予想されるんでねぜひねこれから行く方はですねまたね注意してください。以上、マメーピーからでした。はい、じゃあね、またね、これからもね、いろんな動画上げていくと思うんでね、社長、実は、通知ボタンも忘れたけね、バーイ。春休み混雑すげえや、やっぱ。